はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。ドンキーコングジュニア実況プレイ始めていきたいと思います。こちらね、ファミコンの歴史というシリーズでございます。まあ、2作目ですね。はい、まあ、前回あのドンキーコングっていうのをねやったんですけれども、それの続編ということになります。前回はね、ドンキーコングが、まあ、敵で、マリオがね、それお姫様を助けに行くっていうやつだったじゃないですか。今回は逆にマリオ悪役です。はい、マリオ悪役でして、あえて上からなんかワニかな、何かをけしかけてですね、でドンキーコングを捕まえてというですね、マリオが悪役っていう、なかなかちょっと珍しめの、はい、設定になっております。で、この主人公はドンキーコングジュニアというですね、まあ、要するにドンキーコングの息子ですね、子供ですね。かわいそうもうかわいそう。ちょ、マリオ極悪非道すぎでしょ、そんなんね。うん、ということで、続編でございます。でこちらもですね、ドンキーコングジュニアもファミリーコンピューターの、まあ、いわゆるローンチタイトルというふうに言われるものの一つですね。はい、ローンチタイトル3本のうちの一つということになります。で、実はね、ファミコンのこのローンチタイトル3本ですね、ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイですね、これが全部アーケードゲームなんですよ、もともとね。はい、ということでこれクリアしました。まあゲームシステムは同じで、とにかくまあいろんな邪魔を乗り越えて上まで行くと、いうことですね。非常に複雑になってます。で、体感的には難易度はかなり上がってますね。はい、うん、でギミックも結構いろいろ増えてる感じがしますね。鳥がめっちゃ、どっから持ってきてん、その鳥っていう感じですけど。で、ございます。で、全部ね、アーケードゲームなんですけど、1981年、ドンキーコングね。で、ドンキーコングジュニアが1982年ということでございます。で、もう一つのポッパイも、アーケード稼働は1982年ということで、だからローンチタイトルは、その1982年に、ゲームセンターで稼働してたやつっていうことになるみたいですね。はい。で、実はね、まあ、前回ね、ドンキーコングやってたじゃないですか。で、実はね、ドンキーコングの企画っていうのは、最初、そのポパイを主人公にしたゲームの企画だったらしいんですよね。で、ところが、まあ、版権的な、著作権的なところで、なんかね、GO が出なかったんですって。その、ポパイではね、ダメだったんですって。で、しゃーなしで、そのポパイって思ってたのに、なんかダメやったんで、で、こう、ドンキーコングっていうオリジナルのやつ作ってみたそうなんですよ。で、そしたら、それがめちゃくちゃヒットして、で、結局、そのポパイっていうのも、OK が出たということらしいんですよね。すごいヒットしたんで、そのドンキーコングがヒットしたんで、まあ、任天堂に任せてもいいでしょうという話になったみたいなんですよ。ね、面白いですよね。で、前回、ドンキーコングね、これ設定が明らかに、まあ、キングコングに似てませんかっていう話をしたんですけども、実は実際に訴えられてるみたいなんですよね。その、キングコングの映画の会社から、ちょっとアイデア取ってませんかって言って、訴えられたらしいんですけど、ところがですね、それ勝利したそうでして、はい。ね、ということで、任天堂のホーム部めっちゃ強いってよく言われるんですけど、まあ、そのなんか、最強伝説の幕開けであったというようなことが言われていたりね、しますね。めっちゃサイケ。マリオ怖っ。マリオのこのステージの作り方怖いよ。あー、危ない。よし。で、このね、果物を落として敵に当てると倒せるっていうね、形になってます。で、このジュニアはやっぱりね、コングの息子ということで、非常に、このね、ツタのアクションというかね、得意でして、こうやって両方掴んで登ったりとか、片方だけにしたりとか、いうことができます。はい。で、ただね、このね、ロープからなんかジャンプするってことがどうもできないっぽくて、このね、隣接してないと、あー、しまった！隣接してないとダメなんですね。ここ難しいのよ。難易度はね、本当に上がってる感じします。はい。ということで、ドンキーコングジュニアね、ちょっと頑張ってこの面クリアできるかな。
でもそのファミリーコンピューターっていう、まあ家庭用ゲーム機なわけですけど、その最初のタイトルが全部そのゲームセンターでヒットしたやつだったっていうのはなかなか面白いですよね。よし、いけるかな。ちょっと喋りながらが難しいぐらいの難易度になってきてるかもしれないです、これは。こいつをやり過ごしての、よし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 、いいんちゃうこれ、いいんちゃうこれ。よし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 。最後なんか変なことせんといてや。最後頼むで。なんか出してこんといてや。よし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 。いけた。4面まであんのかな。なんかね、ドンキーコングね、前の作品ドンキーコング3面で一旦クリアだったんじゃないですか。これどうなってんのこれどうしたらいいのこれどうしたらいいので、なんですけど、あのドンキーコングももともとは実は4面ものだったらしいんですよね。でちょっとファミコンのその容量不足みたいなところがあって、で3面ものになっちゃってたらしいんですけど、だからドンキーコングジュニアに関してはあれかな、4面ものがちゃんとそのまま全部入ってるっていうことなのかな。え、これどうしたらいいんやろ、この鍵。なるほど、こわっつこれを押し上げていってってことね。なるほど、そういうギミックか。むずい。なるほど。うわー、危ない。これで両方とかいけんねや。はい。危ない。これは、難しい。ちょっと敵、果物で、なんか倒したいな。倒しときたいな、これ。よしよし、これで鍵刺さる。おー。オッケー。ちょっとこのリンゴ使ってさ、ねえ、なんとかしたいですけど、ちょっとあんままだ下まで降りてこないんで。あ、来た。難しい。これは難しい。あれやな、やっぱ二つ一遍に上げていくっていうのをちょっと頑張らないといけないですね。じゃあ まずここ行くか。で、あの果物よ。果物。うお、危ない。危ない。怖い。果物でどうだ。あー、早かったな。よし、これで OK ですね、と。危ない。んで、そう、もう2ついっぺんに行こう。2ついっぺんに。おー、楽しい。2ついっぺんに行くの楽しい、これ。で、鳥をここにおびき寄せて、どうぞ上の方で曲がってください、みたいな感じにしといての、あの赤いやつが厄介やな。よし。とりあえずこれで上げていく。それで、この赤いやつ厄介やな。これ上げていく。で、赤いの多分途中で下がってくるんで。あ、なるほど。それで位置が変わっていくのか。で、今チャンス。そう。オッケー。お、あと一個。あと一個よ。こっから、怖い。おー、マジか。え、これ最初から?どう?あー、ゲームオーバーかー。多分これはね、あと1個上げたら、クリアなのかなという感じがします。はい。ということでね、ドンキーコングジュニアということで、ファミコンの歴史ですね、2本目でございます。まあ、次は、ローンチタイトルの3本目である、ポパイをね、やってみたいと思います。ドンキーコングジュニアもね、面白い。いやー、やっぱなんか初期の頃のやつって、おもろいっすね。なかなかいろいろ工夫されててね。ということで、それではね、次回も楽しみにしていただければと思います。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。